さあ始まりました。さあさあお立ち会い、バンカラ代表のイカシト3人組スリビレゴがお送りします。やってまいりました。フェスがスプラ2の時もありました。ファンタジーの世界に飛び込むなら、あ、あったっけな、こんなあったっけな。でもなんかスプラトゥーンのお題はお化けとかのやつあったな。これじゃないな。花見玉は使えるのは初めてですね。はい、まあ、2とはまた2のギアだけど、まあ、違った別になるといいですね。あの指祭りの結果が出たみたいなのでちょっと見ていきましょう。ホラガエ独立。ちなみに俺は魔法使いしました。一番強いかなと思ったんで見ていきましょう。はい、来たー。はい、ね、忍者も強いね。忍者も、うわ、すげえ、やっぱすごいな、ハロウィンフェス。綺麗、ほら、綺麗、綺麗ナイトって書いてある。うわ、すごい。これが、バンカラ地方の、バンカラ地方の、フェス会場です。すごいですね。棒読みかな。棒読みみたいになっちゃったな。でもね、色合いが好きなんです、ハロウィン。緑と紫とオレンジっていう。なんかこのさ、赤とか青みたいな主役じゃない色がさ、主張してるってのがいいなぁと思って。オレンジ。オレンジすごいさ、ハロウィンっぽいよね。やっぱカボチャの色なんだろうな。で、僕は魔法使いチームに投票しました。こちらのチームで頑張っていきたいと思います。せっかくなんで、バンカラの違う、違う駅にも、見ていこうか。僕は一応スプラス3のステージなので、すごいマミーがいる、マミー。ちゃんと仮装してる。ミイラ男の。じゃあせっかくなんで、ハイカラ、スクエアの方から行こうかな。ハイカラスクエア、スプラ2のステージですね。うい、やってまいりましょう。おー、すごい、見て、レーザービームがすごい、レーザービームが。で、みんなクラゲが、クラゲがイカちゃんの上乗ってる。これふざけてんのか。ナイトの上乗ってる。てかみんなさ、ちゃんと仮装してるね。君もね。いや、君も仮装してるね。すごい。これなんかハロウィンっぽくて好きですわ。これ。あ、ちゃんとテンタクルズが歌ってくれて、歌って踊ってます。なるほど。これはゆっくり会ってみたいな。もう一個のステージ行ってみようか。ハイカラシティ。これもアップデートで追加された。アップデートで追加されたステージ。3個目のアップデートかな。さあ、やってまいりました。うわい！シオカラーズが歌って踊っております。おー！みんな、でもなんかさっきのスプラ、ハイカラスクエアに比べると、レーザー銃が飛んでないな。そんなに凝ってんな。あ、でもすごい、すごい、いや、すごい、そんなことないよ。そんなことない。みんな、どんなところも、ハロウィン仕様なんだ、ほら。ナイト、ナイト、ナイト、ナイトって、めっちゃナイト書いてある。ナイトばっかじゃん。魔法使いないじゃん。ナイトばっかじゃん。この紫ね。オレンジ全然ない。あ、オレンジじゃない。緑全然ない。そうでもないか。頑張ってほしいな。この柱怖い。この柱怖い。